どうも、アキです。栄冠9やっていきましょう。さあ、というわけで今回から選抜挑んでいきましょう。きたー、降格法。あ、しかもナイス、選手全員の練習効果かなり上がりました。この世界大会のイベントがあるので徳田をですね使っていたんですが、練習効率全員かなり上がりました。アイドルでも練習効率がかなり上がるのは3人だけなので、これはかなり大きなイベントになりましたね。村越ミート5パワー2、山田ミート4パワー2、これは半端ない。バンバンミート4パワー2、いや、これは最高っすね。降格法、まあ天才に置いとこうかな。次の、はい、山田にと一瞬思ったんですけど、山田に関しても、今ですねあれ持ってますもんね、プルヒ持ってるんで、だったらさすがに次の天才に置いといた方がいいかなと、はい、いうところでございます。まあ内野安打でもいいですし、もちろん阿部ヒ狙いに行ってもいいですし、いや、阿部ヒつきそうな気がするな。前回から阿部ヒかなりついてるんで、阿部ヒの流れはさすがに来ないと。よっしゃ、降格法、イエスイエス、降格法やっていきましょう。さあ、というわけで、おー、矢部くんの練習効率がかなり上がりましたと。まあいいや、これはいい流れですよ。さあ、行きましょう。まあ笹田にしておきますね。2番笹田でテストが出てどんどん走っていくと。で、ピッチャー乾は1年生なので、まあじゃあ西尾でいきましょうか。もうエース西尾ということにしたいんですが、防御率は、3人の中、小芝も含めて3人の中でも一番悪いと。まああのね、秋大会打たれたのをちょっと取り返してもらいたいですね。はい。で、平岩が絶好調なので、打順上げます。これでいきましょう。試合開始。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで土日日本投稿。さらには平均高評価数2000超えでパワプロ2018、いろいろな企画を含めて毎日日本投稿という企画をやっております。そろそろペナント実況始まりますので、ペナントめちゃめちゃ面白いんで、ペナントを毎日見たいっていう方はぜひ高評価チャンネル登録していってください。お願いします。行きましょう。さあ、総合戦力 B 結構強い。テストが出てない。さあ、テストオフに結構ね能力を上げられたと思うんで、補給で送球エラーも関わってきます。補給は、エラーに関わるってくるので、まあ、補給上がった分ね、送球エラーも減ってくるんじゃないかなと思っております。で、ミートパワーも上がってるんで、もうここは打ってほしいですね。はい、ピクシー。打ってほしい。そして、エラーも減ってほしい、テスト。ちょっとコメント欄でもあったんですが、テストが結構秋大会では足を引っ張ってしまったので、まあ、夏はね、1年夏でかなり活躍してくれたんですけどね、3割打って。まあ、エラーはちょくちょくありましたが、十分な活躍だったと思います。さすがパント丸。よし、先制してるね。うわ、テスト頑張れ。テストテストが塁に出ればね、ほんと3投まであるからな。今盗塁 A なんで、3投して笹田のスクイズっていうのが一番気持ちいい形ですね、今年の 1,2 番では。さあ、笹田はミートパワーはあんまり上げてないんですが、セーフティーバントがうまいおかげで率も3割6分残っております。いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。で、彼も盗塁 C なので塁に出れば走れると。テツト全然塁に出てない。くー、テツト頑張れ。笹田はお祭り男っていうのもいいですね。またで、バントまで持ってると本当に球数投げさせられるんで、こうやって1球でセーフティーも決まるんで、これも大きな点かなと。このネバネバしたバッティング。惜しい。これでツーアウト。非常に惜しい。さあ、西尾。まあこのイニングまで投げてくれれば十分ですね、西尾は。信頼度上がってるな。まあここはずっとベンチ入りさせてたんで、多分。で、玉持ちを持っております。ホームランも受けます、西尾でございます。まあただやっぱエースかどうかって言われると、やっぱり調子がいい人がエースかなとはやっぱ思うんですけどね。秋大会あれでビシッと抑えていればもうエースというところだったんですけど、ここもだな。まだちょっと思ったよりっていう感じなんですよね。ようやく1点を返しました。寺田タイムリーツーベース。さあ、もうここでもうスタミナ使い切るぐらいでいいよ。球数少ないんですけど、もう継投するので、このチームはね。次、打席が回ってきたライドを送るというところで、めくさいところで全部攻めましたと。 OK。 お、皆川がいいですね。
調子いいね。強心臓が力を発揮するのか。稲川はやっぱ能力的に強心打ちさせようか。いや違うな、ここはルイランナーね進めたいんで、やっぱミートでいきましょう。これは一球待てだな。よし、ナイスフォアボール。さあ平岩セーフティーですね。タッチはセーフ、二塁はセーフ。絶好調平岩、阿部比がつきました。オフにただでさえ基礎値がかなり良くていい選手だなと思っていたんですけど、オフに阿部比までなんとつきましたと。で彼くらい上手ければまたまた、あーやっぱバットまで持ってないと2ストライクまで打たせるのかわいそうか。やっぱ笹田だけだな、2ストライクまで待たせられるのは。今のはごめん、監督のせいだ。平井はうわっ、これはまずい攻撃だ。これは久々のまずい攻撃になってしまった。さあ西尾、よし、このバッターまで全部臭いところ。笹田、いやーいいですね、本当に守備もうまいし、彼はもうこの台を支えるそういう選手の一人でございます。またテストが出てないっていうね。そしてで、そして笹田はこの球数を投げさせてからの、彼は1球でバントを決めてしまうと。バント丸をね持っておりますと。はい、やっぱここの差なんですよね、彼がすごいのは。すごい松尾1年生、これはいけそうな気がする。なんだか今日いけそうな気がする。 OK で、まあ実際育成枠も作らないといけないんで、まあショートはたくさんいるんでね。はい、ここはちょっと育成枠というところで育てていきましょう。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。インコース引っ張った、ライトの右。さあここは熱血を使って打たせてあげましょう。市村、よし、 OK。 ライトバックホーム、市村ナイスバッティングです。まあバンバンもショートできますし、とりあえず走って、そっちも育成枠にしていいですね。先行チーム、うん、もうしっかり両方出してあげましょう。で、ここは打たせましょう。外のボール、低いボールは内野ゴロ、アウト。これでワンアウト。稲川、先行陣。新田を外野に置いとこうかなという感じですね、これで。OK！回れ。センターからセカンドへ。先頭チーム。ナイス。5対1。稲川タイムリーツーベースヒット。うん、キャッチャーはもういなくなっちゃうんで。さあ、ラッキーボーイ打たせますか。走れ。進塁だ。ここ実質バント。さあ、そこはここで一本欲しいな。まあいい攻撃でした。これは育成もしっかりこのイニングで進めることができましたし、で日比のおかげで日比がショートに行ったがライトで、いやいい感じでねまとまると。でもうさすがに西尾厳しいと思うんでスイッチしていきましょう。さあ持ち前の気迫で相手を威圧していきます。いやつ、いいですね、系統系統、どんどん系統で、テストまだノーヒットだからな、ここ打ってほしいな。まあ一応育成になるという点でね、次のピッチャーに。まあただこれ打てそうにないな、さすがにセーフティーしとこう。頑張れよテスト。うわー、セーフティーも決まらない。なんかこれ WBC のイチローみたい。 WBC のイチローも
調子悪い時にバントやって、で、打ち上げたんだよな。でね、イチローがね、バントも決まらないのかという、あれがね、あのイチローがバントさえできないぐらい調子が悪いと。いや、懐かしいですね、原監督の時の WBC。 原監督でいうと、ジャイアンツは本当に原監督になるんでしょうか。正式発表ではまだないのかな。いやー、テッツォちょっと頑張ってほしいな。どうした、悩める天才かな。まあ、1年予選夏で4割打ったんで、これはもうやばいと思ったんですが、やっぱりそう簡単じゃないのが栄冠ないんですね。1年予選で4割なんてもうマジでやばい数字なんですけど、やっぱりそう簡単じゃなかったと。ちょっとしっかり信頼度上げたい人を出しとこうかな。最後に2年生を残したいんですけど、2年がまさかのいない。261、これはひどいな。こっちからいこうかな。まあ、4点差あるし、何より、外野に新田がいるんで全然大丈夫ですが、まあ、1年生はやっぱちょっと抑えらんないんだな。あ、いいね、そんなこと言ってたら。山内のサブポジはちなみにサード。ここ1年生の野手を信頼度を上げるために使っておきたい。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。セカンド、テッツォ、よし、守備は上手くなったからね。さあ、いよいよしよしよし。テッツォもね、塁さえ出れば盗塁数稼げるんですけど、なかなか、さっきも盗塁しようと思ったらデッドボールになるし。まあ、これから本当に巻き返しに期待っすね。そろそろ1番じゃなくてクリーンナップが向いてる選手になってきたのかな。夏よ、なんとかクリーンナップ打たせてあげると、打たせられるといいですけどね。はい、まあ、ここでミート上がっていくと思うんで、まだまだ期待していきましょう。で、適宜もちろんスケジュール見直しなんかは使いつついきたいと思っております。はい、というのもあれですね、次あれを使わないといけない、呼ばないといけないと。練習指示ね、これなんか渋いし使おうかな。うん、あんまり別に良くなったわけでもないな。お褒め1個しかないですけど、使える人に使っておきます。全員ノリノリやないか。小出はもうアディオスですからね。じゃあ行きましょうか、もう試合。広角砲が似合う選手って誰かの OB 含め。落合さん、落合さんってただパワープロ出ないんだよな、確か。じゃあテスト注目選手にしよう。いやー、ミートパワー BB になったからな、これで。で、テスト2でいきましょうか。で、1、グランも持ってて盗塁 C の平山っていうのも面白いけど、まあ笹田でもいいのか、かもしくはチャンス E なんで市村でもいいし、盗塁がうまいわけではないな。笹田でいこう。さあ、テスト2で CS でもね、テスト2打ってたんで、今青木がいないですからね。はい、あ、投手投手。いや、小芝は違うな、間違えた間違えた。危ない危ない危ない。西尾や、あー、村井、これも1年生でしょ。西尾や、西尾、西尾班でいこう。 OK、 みんなめっちゃ調子いいよ、行きましょう。さあ、テスト、この試合でなんか掴んでくれ。まあ、これで少なくとも言えるのはセーフティーバントっていう作戦も取れるんで、僕が指示すればちょっとはね、ヒットも稼げるようになるんじゃないかなと。はい、よし、相手にも恵まれている。 QBDそういえば、この間コメントがあったんですけど、最近相手にプロが出てこないのはなんでだ、わからんけど、まあいいや。さっきの試合もいなかった気がしますね。さあ、テスト、これでセーフティー行きましょう。
まあ少なくともこれで率が落ちない。先生ナイス、よしセーフティー。やっぱ5-3とかはもうね打てる確率がかなり減るんで、一気に。あーでもこれは率落ちちゃうんだな。でもやっぱセーフティーの方が今のテストなら確率が高そうっすね。でもやっぱセーフティーも決まらないんだ、こういう時は。ちょっと平井は見せてやれ、本物のセーフティーバントというのを。そうなんですね、やっぱ乗ってる選手はねこうやってミスもミスにならないというか。バンバがあんま打ってないな。あ、そういえばバンバも、あ、バンバは阿部ひついてないや。平岩とあれですね、あいつだ、名前が出てこない。曽我、てか曽我って冷静にやばくないですか。1年からレギュラーで出てて、1年からずーっと予選から夏からで阿部ひかくらん、それは強いなと。4回でさすがに代打は出せないから、これもう打ってもらうしかないですね。でもパワーは C 近いぞ。4回で代打を出せないから、来ろ。うわくそ、ただここファイトは効いてるんで、さあこのイニング投げ切って終わりと。中間だな、西尾このイニングに全てを使い切れ、お前のピッチャー。よしゲッツ、よしナイス西尾。さあテスト、とりあえずもう初球スチールでチャンスを広げて、もちろんまたセーフティーを狙いに行ってもいいような場面ですが、セーフティー3なんでここは打たせます。ファイト使って右方向に、くらーテストー、みんなの期待を背負ってテストー行ってくれー、頼むよー。さあ平山、ここで4番の働きを頼む。よし、さすが4番、さすが4番です。さあここでもう1本出ると楽になりますね。さあその曽我でございます、阿部日持ちです。抜けろ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 、お、これ来てた、面白いんじゃないか。あ、惜しい。さあ1点を追加できましたが、ちょっと点差的に怖いのでもうちょっと点を取っていきたい。ここは引っ張り、まあ最低限の進塁だ。よしよしよし、オッケーオッケーで、スクイズありですね。西尾でスクイズいきましょうか。ここはもう初球いきます。どうだ、おお、なんでキャッチャータッチしなかったんだ今の。ラッキーラッキー。さあテスト、目覚めの一発を頼む、目覚めの一発を、目覚めの一発を頼む。テストこれでワンアウト、ランナーはありません。どうしたんだテスト、おい、テスト、テスト、テスト、ハーデス打たないか。いやー、山田テストを救いたいって柴田さんが動画出すよ、これは。4番がバントも厭わない高校です。よし。で、育成枠にしております。さあここで1本出ればもう決まったようなもんですね。強心臓使ったのでスクイズではなく強打でいきます。固くスクイズでもよかったか。さあ曽我ここで1本打つとすごいですね。
ック惜しいな。アウト、スリーアウトチェンジ。結局まあなんとか3点取っておりますが、でもう継投しましょう。これそろそろスタミナが怖いので、2年生を出したいな。ここは小芝を出しておきましょう。センター平岩にしよう。うん、オッケー。いや、センター日比か。で、ここでピッチャーさらに変えて、さあ、いい感じ。持ち前の強心臓が力を発揮するのか。で、伝令1年生の守備上げ1人使ってもいいな。まだいいか。ちょっと、いや、笹田の動きが素晴らしい。笹田本当に好きだ。うん、とりあえず盗塁できますね、これで。代打新田かな。そうですね、代打新田ですね。打率10割ではなくなってますが、まあ今だ、僕の中ではかなり頼れる選手でございますので、バントではなく強打でいきます。なんで新田はこんなに打つんだ。おい新田、テストにバッティングを教えてくれ。しかもこの新田に関しては盗塁し、しかもかくらん持ちっていう塁に出るとよりですね力を発揮する選手なんですよね。さあさあ、ちょっと見せてくれお前のセーフティーを。くー、たまらんねえ笹田君。いやー、もう最高のチャンスを作ってテストに打たせてあげるしかないな。かもしくは赤徳が変につくのも怖いのでスクイズっていうのもあり、スクイズにしとこう。うわこれはいよいよやばい。これでツーアウト。いよいよやばいよ。持ち前の熱血が力を発揮。嘘やろ。え、いよいよ何もできん。ひびも打つんかーい。テスト、いやでもこのね不審から立ち上がった時に真のね選手になりますから、皆さん、山田哲人選手そんなやわな選手じゃございません。確かに、昨年ですね、少し調子を落として大丈夫か哲人というような時期もありました。これ現実の話ね、現実世界の話。ただ皆さん、今年蓋を上げてみると初の3度目のトリプルスリーですよ。山田哲人選手でさえ調子が悪い時というのは多分あるんです。大丈夫です、僕はテストを信じてます。いずれまたね復調してくれるでしょう。本当にチームが辛い時、その時に真の力を発揮する、それが山田テストでございます。信じております。なんか本当に調子悪い時の負の連鎖みたいな感じが今あるんだよな。なんか何をやってもこううまくいかないこの感じ。いや、1年ピッチャー3人でん出しといて信頼度上げるか、これで。で、守備みんなめっちゃうまいと。オッケー。やっぱ新田が背番号1ですね。やっぱ新田が一番いいっすわ。新田が頼れるな。あ、新田最高。やっぱもう新田だ。ちなみに新田を解明する予定はね、特にはございません。なぜなら多分プロ入りはしないですからね、っていう感じですね。まあこれからによるかな。これからまだ夏エースとして君臨するのであれば、もしかしたらワンチャン。さあ試合を締めましょう。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。乾といえばやっぱテニスの王子様ですね。テニスの王子様大好きなんですよね。ちなみに一塁キャンパスの手前取りました。ほとんど漫画とかアニメって見ないで育ったんですけど、テニスの王子様、まあ、あとはそのメジャーとか大振りとか大振りですね。
大きく振りかぶってなのでいつも大振りって言っちゃうんですよね、なぜか。その辺の野球アニメ漫画ぐらいですかね、ちゃんと見たのは。なぜかテニスの王子様は全部見ましたね。新テニスの王子様も漫画ちょくちょく読んでますと。いやー、鉄道だな。変に赤徳だけはつかないで、頼むよ頼むよ鉄道、赤徳だけはつかないで。え、皆川かい。絶対今山田だと思ったのにチャンスいいに下がったのなんで皆川なんだ。いや、これがあるんだな甲子園っていうのは。くー、辛いな。まあでもテストじゃなくて良かったと言っていいのか分かんないですけど、なんで皆川が落ちちゃったんだ。まあこれがあるので辛いのが実際甲子園というところでございますね。はい、ちょっと直上がり狙おう最後に。来ない。はい、というところでございました。まあ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 、いい練習効果アップも引けましたし、何より金得降格法を取れたので良かったんですが、いやー本当に悩める天才山田テスト。もうほぼオール C てか、オール C より強いようなもう能力になっているので、本当にこれからですね、期待していきましょう。2割5分3厘まで落ちちゃった。いやただ全然大丈夫です。ここからまだまだ彼はね、上がってくる選手だと思いますので期待していきましょう。いや、まだまだ特能もつけてですね、本当にこれからの選手です。阿部ヒパワヒもつけたいですし、チャンス左を A にしてかっこよくもしたいですし、うん、最後の最後までしっかりと育成してあげたいですね。はい、ちなみに今本があと何回山田テストには使えるんですかね。本あと2つ使えますと。まあ降格法は多分使わないですけど、あんまりいい本持ってないんだな今。まあキャッチャーの本ぐらいか、野手だといいのは。盗塁の必勝本ももう盗塁 A なので、キャッチャーの必勝本、盗塁の必勝本ってこれ、次いいキャッチャー入ってきたらやばいですね。はい、まあこの辺使ってあげたいなと、まあいうところでございますね。うん、ピッチャーはめっちゃいい本たくさん持ってますね、こうやって見ると。ウドレズーさんも必勝本なんだ。ピッチャーはめっちゃいい本持ってるので、まあまたいいピッチャー来てあげたら、来たら、どんどんですね使ってあげたいなというふうに思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。